カルロスでアウストリアは、スペインの王族、スペイン王子。スペイン王フェリペ3世とその妻で、オーストリア大公カール2世の娘であるマルガレーテの、間の、第5子、次男。フェリペ4世、フランス王妃、アンヌ、神聖ローマ皇后マリアアンナの弟、数奇キ教、フェルナンドの兄である。当時の王族としては、例外的に芸術家、 画家としての専門的な訓練を受けた。また、スペイン王室の成員としては珍しく朝黒い肌の持ち主であり、王族の中ではスペインの臣民に最も愛された。フェリペ4世が寵愛する最小オリバーレス白公爵の政治改革に反発し、最小に対するいくつかの陰謀にも参加した。1621年以降はスペイン王位、継承権者の主位にあったが、 王い継承者としての称号は帯びなかった。1629年、フェリペ4世に、長男バルダサール・カルロスが生まれると、大いにつく可能性が消えたために勢力が弱まった。1632年に、チフスにかかり、24歳で死去した。意外は、エルエスコリアル修道院の王子病に葬られた。スペイン国民の多くが、カルロスはオリバーレスに毒殺されたと信じ込んだ。 h t t p w w w r o y a l t y g u i d e n l s l a s h f a m i l l e s l a s h a b s b u r g s l a s h h a b s b u r g s p a i n h t m ハットウィリアムガスリー。アルゲマイ・ネベル・ガッシュグダ。フォン・デア・シュフン・アンビス・アウフ・ジジェニュオートリサイト。バンド中にバイトマン・ウントライヒ。千七百七十四。 S319 デジタリサットウィキメディアコモンズにはカルロスでアウストリアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。